ご視聴ありがとうございます。旅する奇妙の男子のバオシンです。この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。駅名表が見えていますけれども、現在地は JR 東北本線の新白河駅です。新白河駅といえば、2ヶ月前、岩手貧乏旅行編と題しまして、青春18切符だけで岩手花巻に向かい、SL 銀河にも乗った、3泊4日の旅が記憶に新しいところなんですけれども、その時に新白河駅には2回立ち寄っています。ところが、この新白河駅でやり残したことが一つあるんです。察しのいい方は白河と聞いてお気づきになったことでしょう。喜多方と並ぶ福島のご当地ラーメン、白河ラーメンの本場はまさにこの白河なんです。でまあちょうど新白河駅の改札を抜けてすぐ真正面にラーメン店があるんです。時間があれば食べたかったんですけども食べられなかったので、まずは新しい旅行シリーズのスタートを切る目的で本場の白河ラーメンをこの新白河の駅でいただこうと思ってます。じゃあそれでもうおしまいって思うじゃないですか。そうではないんですよね。今回の旅行を始めるちょうど2週間前、集中豪雨の被害を受けて3本の橋が流されてしまって、一時は廃線の危機にまで瀕した会津の秘境の路線、 JR 只見線がたくさんの方々の思いによってついに11年ぶりに運転再開したんです。ちょうど半年前になりますか、ロケをさせていただいて、3月というのに大雪が降って、その時に第五只見川橋梁、サムネイルをここに出してます。旅動画とはちょっと外れるんですけど、取材をさせていただきました。その時、復活した第五只見川橋梁を見て、そしてもうすぐ運行再開になるよと、会津川口駅の係員さんから教えていただいて、期待に胸を膨らませていた瞬間がついにやってきたわけです。そんなわけで、今回の旅行シリーズ、タイトルはズバリ、只見線復活編と名付けました。僕なりに只見線が運行再開したことをささやかながらお祝いさせていただいて、今後も只見線が末長く運行されるようにと思いも込めてこの旅行シリーズの企画を立ち上げたわけです。でまあいいタイミングで JR の各社が秋の乗り放題パス、ここに今切符の画像を出しているんですけども、今年に関しては鉄道開業150周年ということで、中身については従来通りと聞いているんですけども、7890円のフリーパスを使って3泊4日の旅をしようと思ってます。特急券や新幹線を利用する際には別途乗車券指定席券が必要になるんですけれども、連続して3日間しか使えませんので、最後の1日は新幹線を使う予定です。あともう一つ今回の旅行シリーズの追い風になったものがありまして、詳しい方いらっしゃるとは思うんですけども、4日ほど前に全国旅行支援という宿泊に関する公的な割引のサービスと言ったらいいんでしょうか、語彙力がないのでご意見ありましたらコメント欄の方にいただきたいのですけれども、今回は3カ所お宿を泊まらせていただいて、その中の一つが対象に選ばれまして、全8話構成でお届けするんですけれども、その中の3つのエピソードは宿泊施設に関する内容だということで、これも楽しみにしていただきたいなと思います。もちろん新たに作りました再生リスト1万円以下で泊まれるお得な宿、名前間違えたらすいませんね、加えさせていただきますので、こちらも楽しみにしていてください。そしてすいません長くなってますけど、もう一つだけお知らせをさせてください。今回の旅行シリーズ只見線復活編なんですけれども、もう一つテーマがあります。それは只見線と切っても切れないある幕末のラスト侍、彼の足跡をたどる目的も含んでいます。全8話構成の中の3本のエピソードとして出させていただきます。どんな内容になるかまた楽しみにしていただければなと思います。だいぶ宣伝が長くなってしまいましたけれども、只見線復活編第1話なんですが、白河ラーメンを食べた後に白河駅で下車してお城を見ます。そしてその次に須賀川に立ち寄りたいと思います。察しのいい方、須賀川と聞いてなるほどと思われたらそういうことです。楽しみにしていてください。只見線復活編第1話題して福島中通りの旅、早速始めたいと思います。今から行くところなんですが、面どころ新白川さんと言うんですけども、やりましたね。今お客さんいなさそうです。いやこれ交渉して撮影をさせていただきながら、美味しい本場の白川ラーメンいただきます。
店、本当に改札を出たらすぐ真正面にあるんですよ。この利便性がとてもいい。麺処新白川さんの注文方法はこちらの券売機で食券を買うようになってます。見づらいかもしれないんですけども、看板メニューの白川ラーメン注文しました。麺処新白川さんの一押し定番メニューの白川ラーメンです。早速見ていきましょう。早くしないと海苔がふやけちゃってダメになっちゃうっていうんですけど、じっくりお見せしたいのでぐるっとゆっくりお見せしたいなと思ってます。で、白川ラーメンのトッピングの特徴はほうれん草が入っていることなんです。ナルトも入ってますし、あとスープが醤油ベースで豚骨または鶏ガラを使って作っている、この透明のスープが特徴だって言われてます。いただきましょうか。いただきます。やばい、麺がねこんな感じなんです。平たくて太いんですよ。これが白川ラーメンの特徴だって言われてます。ここで白川ラーメンについての補足をさせていただきたいんです。白川ラーメンの始まりは、現在白川市の虎食堂さんっていう中華食堂さんがあるらしいんですけれども、そのお店の初代店主さんで武井虎次さんという方が白川で中華そばの提供を始めたのが最初の白川ラーメンだと言われてるんです。武井虎次さんの作るラーメンの美味しさが評判となりまして、あっという間に弟子にしてくださいということで何十人という人が武井さんのラーメン学びに来たらしいんですね。現在は息子さんが2代目の店主をされてるんですけれども、残念ながら僕は車を持っていません。虎食堂さんに行くためには車があった方が便利だということなので、それで白川まで来るの大変だよねっていう方、追加情報をお伝えします。聞きかじりの情報などでもし間違っていたら本当ごめんなさい。県外に2店舗お店があるそうです。関東の方、本場と同様の白川ラーメンが食べてみたいということでしたら、北総鉄道の庄美台駅から徒歩数分のところにのれん分けしたお店があるそうです。あと福岡の方にもお店はあるそうです。白川まで足を運ぶのが大変だなという方、松戸と福岡だったらなんとかなるかもしれないなということであれば、ぜひぜひ本場と同様の白川ラーメン味わってみてください。チャーシューも大きい。うん、うまうまい。というわけで、あんまりにも美味しすぎたんで、あっという間に完食してしまいました。麺処新白川さん、本当に美味しい白川ラーメンありがとうございました。よし、今日東京を出発した時結構雨降ってたんですよ。だからラーメンを食べたんで温まりましたね。で、まあ予定を変えてバスで隣の白川駅を目指します。理由、次の郡山方面の電車が来るのが1時間以上先なので、であればバスの方が早く行けるらしいんでバスに乗っちゃいます。バスに乗りました。不意打ちだったんでバスが入ってくるとか色すいたあっという間に白川駅です。白川駅から小峰町までの徒歩でほんの数分ですね。180円です。はい、ありがとうございます。いただきます。じゃあこれで、はい、整理券お取りになりましたか。あー、知らなかったんですよ。あと工事してるところを行って、トンネルみたいなところを、はい、って左側に進むと小見の城。わかりました、ありがとうございます。というわけで急遽予定を変更しまして、バスに乗ってお隣の白川駅やってきました。バスの車内でも小声でボソボソと喋ったんですけど、小峰城はこの白川駅の駅舎の裏側にあります。さて、どういう風に見たらいいのかも全然さっぱりわかりません。なぜ初めて来ましたから、とにかくもかくにも何も考えずにお城を見ることを楽しみたいと思います。工事終わったらしいんで、新しくなったらしいので、それも楽しみの一つにしながら行ってみたいと思います。観光案内所の方にも確認を取りまして、今小峰城へと続く小峰ふれあい通り、もうちょっとしたら見えてくるんですけども、こちらの下をくぐって小峰城に向かうところです。これの映像を撮っている2022年10月中旬現在は工事をしてまして、ちょうどこれなんですけど見えますでしょうか。向こう側で工事をやってまして、もう間もなく工事も終わるんじゃないかなと思います。すごく適当なこと言ってるけど、さあこの通り入ってきますよ。松尾芭蕉も奥の細道で一句詠んだ白川。
これですね。今からこの小峰城行きます。さあ、お城がどこにあるかな。だんだんとお城っぽい風景が広がってきましたけど、後ろには白壁が見えますし、さて僕は小峰城に関する知識は全くありません。一体どこから入ったらいいのやら。一応天守閣っぽいものは見えますけど、小峰城はと、あ、ここですね。ここから入ればいいのかな。城山公園って、あ、ありがとうございます。親切な方に教えていただきました。ここにありましたんで入ってみます。というわけで、白川駅から徒歩5分程度でしょうか、小峰城やってきました。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。歴史の教科書で習った江戸幕府三大改革の一つ、寛政の改革を主導した松平定信が治めたのがここ白川なんです。小峰城は松平定信が居城としていたお城だということです。ここに来る前に白川駅前の観光案内所さんでお話伺ってきました。つい最近石垣の修復が終わったそうです。では次の電車の都合がありますので、あまり長いができません。聞いた話によると、まあ、1時間もあればぐるっとこの城山公園の内部一周することは可能だということで、ポイントポイントでお見せできればいいなと思っています。じゃ早速散策を始めたいと思います。では散策開始です。ちなみに小峰城散策する分には無料だそうです。見学できる時間は限りがありますけどね。ぜひ参考にしてください。さてどう回ったものかな。あ、本当石垣が綺麗だな。こう行ってみましょうか。東京を出発した時の雨が止んで、だいぶ晴れ間も見えてきたので、程よく涼しい風が吹いてます。さあどうかな、どんな感じなんだろう。へえ、こうなってるんだ、すごいなこれ。お城の中を歩いてみましょう。ここが本丸御殿跡みたいです。上がってみると分かるんですけど、辺り一面広い原っぱになってますね。本丸御殿に関する説明がここにあります。漢字が読めなかったので何ですけど、門をくぐってみると天守閣のようなこの建物、こんな風に見えてます。階段があるのでついでですから上がってみましょうか。着きました。天守じゃなかったです。ごめんなさい。これが三重櫓跡というんだそうです。うまく映ってるかな。うまく映っているといいんですけど、ここから見える白川駅と周辺の風景が本当に綺麗に見えますね。で、向こう側には新幹線走ってるんですよ。通り過ぎていったけど。すごいところだな。今、北海道新幹線も見えづらいですけど、走り去っていきましたね。皆さんがスリルと感動を求めて三重櫓のてっぺんを目指して上がってるみたいなんで、階段が超急らしいんですよ。でもやりましょう。おじけついたら男が廃るっていうやつで、いきますよ。では順路に沿って小峰城の三重櫓回りたいと思います。
特に撮っちゃいけないって言われていないので自由に撮らさせていただきます。まあお城なんで石落としとか普通にありますね。と言っても今はそっかそうだよな、ここもそうですもんね。戊辰戦争の時新政府軍と旧幕府軍で戦いがあったんですもんね。そっかそっか。はい、来ました。これです。この階段、やばいです。確実に、裾を踏みそうだ。急な階段です。ご注意くださいって。ちゃんと案内がしてありますよ。行ってみるか。来ますよ。よし。あー、これはきついな。きついですよ、結構。ここは潔く諦めましょう。カメラ持ちながら無理だ。怖いですか？いや、というよりも、裾を踏んでしまう。ちょっとよろしいですか？あまりの急傾斜にドクターストップです。裾踏みまくったんで諦めました。やっぱりカメラ持ちながら上がるのは大変でした。もうちょっと小ぶりなカメラで行ったらよかったのかもしれないという言い訳を挟みつつ、興味あったら小峰城の三重櫓階段上がっていい景色を楽しんでください。僕は潔く撤収します。三重櫓の入り口のところで興味深いポスター見つけました。蘇れ清水門ということで、清水門の復元に対するご寄付1000円ごとに一国とみなし以下略、まあ、とにかく一国城主募集ということで、お城好きの方、寄付に興味のある方、ぜひぜひ1000円寄付お願いします。自分もちょっと考えておこうと思います。三重櫓は残念なことでしたが、こちら側には石碑みたいなのが立っているので目に焼き付けておいて、また白川駅に戻りたいと思います。これが桜の門といって、こちらに階段があるんですね。多分元来た道に戻れると思うので、今度はこの階段を降りて最初の門のところに戻りたいと思います。というわけで小峰城ざっくりではありますけども、一通り回ってみました。至らないところもあったかもしれません。その点はお詫びします。確かに白川駅の観光案内所の方がおっしゃってたように、1時間もあればゆっくり見物できるような公園になってました。来てよかったですね。ではそろそろ白川駅に戻ります。白川駅に戻ってきました。再び JR 東北本線の電車に乗って、今度は塚川駅に行きます。先に時刻表を調べたんですけれども、現在の時刻が午後12時45分です。あと10分後、12時55分に下り線の電車が白川駅に到着します。ワクワクしますね。子供の頃から憧れていた世界的にも有名なヒーローに会えるので。この時間帯どうやら改札業務はしていないみたいですね。切符があるようだったら先に進んでくださいと改札の窓口のところに張り紙が見えました。なのでそのまま改札を通り抜けてしまってます。そうですね、郡山方面12時台2両編成の55分出発です。これを逃してしまうと次は14時になってしまいますので、乗る以外に選択肢がないです。乗りましょう。
白川駅出発です。というわけでやってきました香川です。香川といえば円谷英二さんの生まれ故郷、ウルトラマン、ゴジラ、あらゆる特撮ドラマのキャラクターの生みの親、その円谷英二さんが生まれた須賀川にやっと降り立つことができました。さてここからは童心に戻って須賀川散策始めたいと思います。初めて降り立ちましたよ、須賀川。ちょっと古めかしい駅舎にウルトラヒーローと怪獣たちが出迎えてくれます。このアンバランスさはなかなか悪くない。というわけで、須賀川駅前にやってきまして、いろいろ映り込みがあるので、ぼやかしてるんですけれども、後ろに見えるのが、須賀川市と M78 星雲光の国の姉妹都市提携記念モニュメントということで、筋骨隆々の力強いウルトラマンがあります。本当、こういうことしたくなっちゃう。ではっつって、やりすぎました。すいません。好きだったんで、子供の頃から。本当に憧れのヒーローがすぐ近くにあるというのが、感無量ですね。で、僕が今向いている方側に、タイマス通りという通りがあるんですけれども、そこにウルトラヒーローのモニュメント、あと怪獣たちのモニュメントもあるそうなんで、早速今からいくつかピックアップしてみようと思います。そうしましたら須賀川で早速世界中の子供たちのヒーローに出会うなんてもうバレてますけどね、世界中が知っているウルトラマンに会いに行く探索を始めたいと思います。いやワクワクしますよ。そりゃ子供の頃から好きだったものとのご対面っていうのは言葉でね表しにくい部分もありますからね。さっき須賀川の駅の改札で聞いたところによると、ここから5分か10分ぐらい歩いたところにモニュメントがずらっと道沿いに立っているそうです。ウルトラヒーローはじめ怪獣も含めて立っているそうです。楽しみですよ本当に。繰り返しになりますが、東京を出た時は激しい雨が降っていたんですけれども、ここに来てパラッと晴れてしまいまして、若干蒸し暑いぐらいなんですよ。着込みすぎたかなっていうぐらいなんですけどね。橋が見えてきました。この橋の先にそろそろウルトラヒーローとウルトラ怪獣のモニュメントが見えると思うんです。楽しみですね。釈迦道坂、この坂の向こうにウルトラヒーローと怪獣たちのモニュメントがいっぱい立ってるみたいですね。なんとなくちらっと向こう側に見えてます。出会いましたね、ウルトラマン太郎。リリシックストリーム光線を放つポーズ撮ってますね。かっこいい。
そしてここにいるのは、おー、怪獣を上回る鳥獣と戦い続けた光の国の5番目のヒーロー、ウルトラマンエースです。数多くの鳥獣を倒してきた切断技を多数持っているウルトラマンエースですが、やっぱり代名詞となる必殺技はこれでしょう。メタリウム光線、メタリウム光線を放つこのポーズ決まってますね。エースの向かい側にはウルトラの母いました。割とこの坂、車の通りが多いので、注意しないといろいろ映り込みそうなんです。まあ、ウルトラの母がウルトラマン太郎の次にあるというのは意味があることなんでしょうね。交差点の先でゾフィーと遭遇しました。M87 光線を撃とうとしている瞬間なんでしょうか。割とシュールな絵面なんですけど、初代ウルトラマンを倒したゼットンがいますね。なんか最近はやられ役のイメージがとても強いんですけれども、それは気のせいでしょうか。しばらく歩いてたらウルトラマンジャックと出会いました。手に持っているのは確か必殺のアイテム、ウルトラブレスレットですよね。でこっちを見ると向こう側に宿敵ベムスターが、今この怪獣あんな可愛い顔して意外と強敵なんですよね。この先はもう少し進めば、つぶらやミュージアムが見えてくるはずなんです。で、ウルトラセブンとエレキング見えてきましたね。ということは、ゴモラとウルトラマンもいるんじゃないでしょうか。確かそういう順番にモニュメントが立ってたはずなんで。ウルトラセブン見つけました。エメリウム光線放とうとしてるシーンでしょうね、これは。実に様になってますね、やっぱり。貫禄が出ているというか。そしてこちらはウルトラセブンで代表的な怪獣エレキングですね。最新作にも確か登場しましたよね。随分キャラクター設定が変わりましたけどね。観光物産館のフラットさん、深川の観光物産館らしいんですけども、外から中の様子覗いてみた感じ、ウルトラヒーローと怪獣結構推してるなっていうのが一瞬で分かる感じになってます。休憩中のヒグモン見つけました。一緒に座りたい人どうぞ。ショット M78 というウルトラマンショップ、ピグモンのすぐそばにありました。お店の方に解除しなきゃいけないと思うんで、中は映せないんですけど、あれ多分、ウルトラマンティガーいますね。ということで、ようやくご対面できました。初代ウルトラマン、このポーズを知らない人いないんじゃないですか？スペシウム光線。ウルトラマンといえば、スペシウム光線って答えてしまうと思いますね。そのぐらいハマった子供時代を過ごしてきましたので。で、なんで上半身しか映せないかというと、ここ本当に車の交通量が多いんですよ。映さなくてもいい。プライバシーを映してしまうので、上半身だけのアップになってます。意外と知らない人多いと思うんですけど、カネゴンはウルトラマンではなくウルトラ Q が初出演なんですよね。この怪獣知らない人いないんじゃないでしょうか。ゴモラです。別名怪獣殿下。まさに今目の前のホテルを襲おうとしてます。なんですか、有賀さんという深川の喫茶店に立ち寄りました。ご主人目の前に喫茶店って言って、もし間違えたら怒られそうなんですけどご好意で豆の匂いを嗅いでいいですよということだったんで、マスク外してますけど、僕は誰もいないので。あー、そんなに詳しくないんですけど、なんかふわーっと膨らみのある優しい感じはします。ご主人のこだわりで豆の状態の匂いと挽きたての豆の香りも楽しんでいただいて、それからドリップするということで、挽いたばかりの豆の香りも嗅がせていただきます。あー、なるほど、挽いたら挽いたでまた中の香りがうわーっと立ち上がってくる感じ。はい、ありがとう。あ、やべ、いや、そのまま飲みに行かないとダメです。いただきます。顔近いですけど、有賀さんのコーヒーはこのまま飲んでいただきたいというおすすめがありまして、不慣れなもの思いっきりこぼしました。本当にすみません。あ、ごめんなさい。雰囲気のいいカフェだなと思ってふらっと入ってしまって、いろいろと教えていただくことが多くて、さっき豆の状態と挽きたての状態の香りを保ってしまわせていただいた豆がアイスコーヒーになって、一口飲んだだけでとにかく美味しいんですよ。何もいらない。これ、水がいいかもしれないけど、よかった、ここっていうことで、焼酎につけたお焼きいただいています。まあ、これは全然渋くないですね。20年以上食べてなかったので、こんなに美味しいと思わなかった。
全く予定には入れていなかったんですが、気になったのでこちらのスコリアカフェアリガさんで美味しいコーヒーいただきました。ご主人には本当によくしていただいて、柿までいただきまして感謝してもし尽くせないです。塚川に来たらぜひスコリアカフェアリガさん足運んでみてください。本当にご主人人柄があったかい方なので僕のおすすめです。というわけで、釈迦道坂を上がってウルトラヒーローに出会う探索を気ままにやってみました。どうだったでしょうか？僕は楽しかったです。子供の頃に夢中になって今もちょっと引きずりながら楽しんでるヒーローたちとこうやって触れ合うことができたのは楽しかったですね。物足りない部分もあったかもしれませんが、ぼちぼちと塚川の駅に戻りたいと思います。福島中通りの旅ということで、白河市と須賀川市を中心にラーメンとお城とウルトラマンに絞って気ままな探索をしてみました。どうだったでしょうか？楽しんで見ていただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の只見線復活編第2話は、郡山市で見つけた部屋数限定2980円、ベッド700円で絶品の夕食がいただける素晴らしすぎる宿をご紹介します。ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。